旧玉成績記念館は東京都多摩市蓮公寺にある歴史的建造物、展示施設。多摩市指定文化財及び東京都景観上重要な歴史的建造物である。旧玉成績記念館は明治天皇の統治への行行を記念して作られた施設で、1930年11月に元区内大臣の田中光明が中心となり、当時の人々の土地の寄付や、 工事の協力などによって、現在の都立桜ヶ丘公園内に建設、開館された。成績とは、時の天皇が行幸した地の故障で、他にも日本各地に、焼尺と称する記念碑等が見受けられる。記念館開設に先立つ1928年、明治天皇御政及び、昭憲皇太后のお歌の石踏みが建てられ、翌1929年に、 東京浅草橋城にあった、大鴨もめ草の建物を移築し、付属庭園を設けたのが始まりである。明治天皇は、1884年の臨行の際、狩場を抜粧した時、谷間から、うぐいすの一声が聞こえそぞろに心を動かし、春深き山の林に聞こえゆうなり今日待ちけむうぐいすの声と読んだ。皇后は、春もまだ寒きみ山のうぐいすは、 みゆき町手や泣き始め煙、む、うさぎ取れ網にも雪のかかる日に濡れしみ消しを思いこそ、やれと読み、これら三種の石踏みが建てられたものである。碑材は、小戸島産の花崗岩、文字は、田中光明の記号にかかる。大観褒め草は、記念館までの道の左手、向こうが丘にあった草吹きの一棟の建物である。元浅草の大川端にあった三条、耳の別邸であった。 1873年三条は、聖観論のもつれから真通のあまりやんで引きこもっていた。明治天皇は三条一度は、虎ノ門の三条邸に見舞ったが、再び三条が病を養う橋場の別邸に、赴いた。その時の玉座の間が、大化もめ僧の客まであった。大化もめ僧は現存しない。明治天皇は、明治10年代、30歳代の頃、 蓮光寺の山や玉川にて、うさぎ狩り屋や油漁を行うため当地を訪れ、1882年2月、1884年3月を含め4回ほど訪れている。玉成績記念館は、この行行を忍びた中光明により作られたもので、大正天皇が武蔵領墓地に埋葬された折、京都に埋葬されている、明治天皇を忍ぶ記念館を関東に、 ということで作られたものである。当館は70年代には仮面ライダーシリーズ他いくつかの特撮番組のロケ地として何度か使用されている。1986年には魂指定文化財及び東京都景観上重要な歴史的建造物に指定された。同年財団法人多摩成績記念会から魂に寄贈され現在の名称に解消された。 館は近代式鉄筋コンクリート作り、両袖のついた円形の大電動で、設計は関根陽太郎と倉立方らで、オーストリアのウィーン分離派とドイツの有限としていると、呼ばれる建築デザインの影響が見られ、多摩地区の近代建築の中でも大変貴重なものである。思考は大倉土木、株式会社である。館内は、 渡辺長南作の明治天皇騎馬党新造田中光明が収集した坂本龍馬肖像など幕末明治に活躍した人物の書画等や玉の植物の写真を展示しているほか有料であるがギャラリーとしても利用できる。1988年4月より旧玉成績記念館に関連する情報を掲載した広報紙雑木林が発行されている。同紙は 多摩市植物ともの会や都立桜ヶ丘公園の協力のもと多摩市教育委員会教育振興課の名義で発行される。2005年3月には第1号から第100号までを合冊製本したものが出版された。1937年記念館の管理等を行うために財団法人多摩成績記念会が田中光明により発足。 戦後は記念館を訪れる人も減り記念会も休眠状態となったが、周辺で宅地開発が盛んになると一部理事らが記念館の土地の売却を試みた。この動きに東京都は1961年と1973年の二度に渡り土地の一部を買い上げたが、依然として建物周辺などの土地約1万平方メートルは記念会の財産として残された。 しかし、記念会の乱脈経営などが続き、残された土地は1970年代後半に売却されたり担保にされるなどした。ありがとうございます。